どうも皆さん、こんにちは。あそんでございます。それでは、銀次家の奇妙な屋敷で起きたこと続き遊んでいきたいと思います。ちょっとタイトル合ってるかわからない。長いんだよね、ちょっと。で、この部屋は、ここがお母さん隠していた部屋と、写真とティーポット。子供の、猫か、これは。壁にかかった絵からして、私の前にミルトンがここにいたら明らかだった。ミルトン。猫がなんか名前だったけど、もう忘れちまったよ、もう。ん？これを読むと私には気がかかったように思えるかもしれない。はあ、でも、ドアの向こうに何が待っているのか私には見当もつかなかった。オープン。おう、部屋だね。誰の部屋だ、ここは。よいしょ。これまでのことを全部がどういう結末に向かうのかも。ゲーム中。ここ誰の部屋？あ、ここモリー。ミルトン。モリーの部屋を覗きながら見て育ったと。おほ。また新しいな。モーリー誰だっけ？あ、初めて足を踏み入れると、絵の後ろに入ったような気分だった。ほう。すごいな。おしゃれだね。こういうレンガ壊したところになんか壁紙というかさ、絵があるのは。モーリーねー。モーリーちゃん。そうで、これがモーリー。おそらくイディはここで多くの時間を過ごしたに違いない。イディなの？モーリーなの？母さんがドアを封じめしまうわ。ほう。これは何？モーリー・フィンチ。日記。日記さん、いなくなる前に、これから起こることは誰かに伝えないの？ある日、ママが夕食抜きで私を寝かせた。お。あ、これで日記の追体験か。追体験の追体験。起きたらお腹がペコペコで、だから食べ物を探していたの。これはなんだ？ネズミの餌？ネズミの餌は乾きでた。それでも平気。あ、食うんだ。それぐらいお腹減ってたんだね。ここは？お魚。食べないよな。クリストファー。クリストファーを食べようと思ったけど我慢したの。いや、それはあかんわな。それはあかんあかん。そうで、相棒が趣味。これ宿題かな？あ、なんだこれ。オープン。あ、トイレか。これは？食べて食べて食べ続けた。なにこれ？歯磨き粉？あ、子供の頃はなんかそういう甘い歯磨き粉あるけどさ。食べたの？あれよりいっぱい。これは？食べれるのかなこれ。増加じゃないの？ああ、ちゃんと食べれるんだ。あはん。アビガチコを食って、ベリー食って、ネズミの餌を食って、そしたら窓の外で取り除きましたと。ほう。こっちはそもそも開かないのか。開かんのか。ママ、ねえママ、外に出ていいの。はい。これ、ん？もう遅いわ、いい子だから、もう寝なさい。はいはい。これはなんだ？入ってんのかな？ハロウィンのキャンディーもなくなったと。はは、オッケー。じゃあ、鳥の声に導かれるように行きましょうか。こんにちは、鳥さん。巣に帰ろうとしてるツバメさん。ツバメなんだ、これ。海外のツバメって青いのかな？俺、黒い犬しか知らんけどさ。手を伸ばして捕まえようとしたら落ちた？ああ、鎖があって前に進めるだけ？いきなり？おー、え？猫になったの。確かに猫だな、今の。え？何それ？待って、待って。どっち行けばいいこれ。あ、こうジャンプして。待って、待って。静かにしていたけど、鳥さんは怖がっていた。よいしょ。よいしょ。よいしょ、待ってこらい。ここは入れんね。猫になるのか、不思議な猫だね。まあ、子供のザレ言とも言えるし、本当かもしれないし。どっちだ、次。こっちか。はい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 。はい、よいしょ。ここは、パパもママも私に目をくれない。育児放棄？っていうわけではないのかな。よいしょ。身軽だね。初めて猫になった私は。よいしょ。よいしょ。ジャンピン。もう少しで捕まえられそうだった。おー、どこまで行くんだ。ツリーハウスか、ここ。お。よし。鳥さん、とっても疲れ始めていたわと。ほう？待って待って。大きな木の上からいろいろ見えたわ。木に登らないってパパと約束したけど。でもお母さんは鳥を食べたくて仕方なかった。お母さん？あ、お母さん鳥か。え？ちょっと今の、一気に平らげた。あーっと、落ちた。突然、袋になってた。おお。最初は風の音しか聞こえなかった。すげえ出来事してんな。そしたら発砲をかじる音がしたの。おお。
何？猫に鳥に、次何なんだろう？次は何になる？どっち行けばいいのこれ。え？ウサギ。え、次、ウサギを捕らえるの？ラビッツ、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 いた、ラビッツ。おぉ、あ、くそ、これ捕まえんの？むず。待ってよ。どこ行った？ウサギ。ウサギいた。ウサギいた。おりゃ！取った？取った？取った！よし。私の爪の間から、私の顔を見上げるウサギさん。残酷だなぁ。いや、まあ、一口にゴクンと飲み込んだろ。いや、まあ、自然界の宿命だからしょうがないけどさ、それからもっと大きいのを探しに行ったわ。妹、わかんないけど、モーリー何歳だ、これ。声からして結構小さいよな。すごい体験してんな。まあ、夢かもしれんけどさ。なんか食べ物がなくて見た夢かもしれんけど。お母さんのウサギ、もっと大きいやつか。おらー、お母さんウサギってやつさ。なんか一緒に猫みたいな鳴き声したな。この子はモテないくらい大きかった。一生、喉が詰まりそうだけど、食べ続けたの。すごい心臓の音するよ。今度は突然サメになった。おい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 、場面転換激しすぎだぞ。陸地でサメ。ああ、これ、転がる。あ、ジャンプできる。転がり続けて水の中行けっと。よいしょ。よいしょ。すごいな。猫に鳥にサメ。崖を飛び降りて、なんかいます。さっき覚えした？海に飛び込んだと。そしたら、おっと、お腹がペコペコ。魚、操作がむずい。魚、ニジマスかなんか。もっと太って美味しいアシカがいいわ。今食った俺。いや、食ってないな。早いあいつ。おりゃー。はい、よいしょ、アシカいただき。切り足をちぎったらとっても美味しかったの。おほう。待てこら、サメは血の匂いに敏感なんだぞ。なんか血の匂いを嗅ぐと興奮するんだっけ？このまま静かに追っていき、射程範囲に入ったら突進！よし、がっちり被りついたわ。オッケー！でも、あまりにお腹が空いて、海から飛び出した。え？人間食うんじゃないの？目を開けたら全てが変わっていた。なにこれ？タコ？え？なにこれ？タコになった？え？何すんのこれ？足を伸ばして、これじゃ伸ばせないか。なにこれ？モリーどんな夢見てんの？あ、そこで進んでんのか、さらに。今度は怪物になったの。人間の匂いがプンプン。人間の匂いってやばいな。鳥食って、ウサギ食って、アシカを食って、最後は人間を食うの。タコだよな、これ多分。え、ラブクラフト要素ってこれ？私は大きいけど、静かに動く。と忍び寄り、おりゃ！人間を食うタコとは聞いたことないぞ、俺。すげえな。この上か、さらに。さて、階段からちょっと顔を乗り出して。ここはいないのか。もう、やめたい気もしたけど、そうでもなくて。なんか歌声するね。スニーキン、スニーキン。酔いどれ水夫をどうするよ、酔いどれ水夫をどうするよ、酔いどれ水夫をどうするよ、朝早くから腹の毛を錆びたカミソリで、うんふ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 ん。はは。こっちかな。ご機嫌にな、酔っ払って歌ってるとこ悪いんだけど、さらばだ。全部食べ終わっても、まだお腹が空いてたの。水辺の向こうから匂いがした。おっでも美味しそうな。だから、そっちに行ってみたの。何をしてんの、モーリー。砂の上に降りていったら、いい匂いはパイプの中に消えていった。
次は何を追い求めるんだ、こいつは。人間以上の美味しそうな匂い。トイレだな、これ。自分じゃないの、これ。え？このトイレって俺？俺の部屋じゃないの、これ。すげえ、操作が難しいな。いや、俺の部屋やん。どんどん近づいて。ここ俺の部屋。俺っていうか、森の部屋。やっぱ合ってたやん。え、食うの？森食うの？自分で自分食うの？行方不明とか言ってたけど、あ？すべての胃袋がぐるぐる言い始めて？あ？なんだ？そしたら突然、自分に戻った。ずっと息を止めていたけど、何にも聞こえなかったの。下にいる？きっと私が寝るのを待っている。でもそんなに長くは待てないはず。腹ペコだもの。それに、みんな知ってる。私は本当に、美味しいって。え？何その体験。え？本当に食われたの？何？私はそれを全部買うわけじゃないけれど、イーディは多分死んだの。あ、モリー。ピンチの家系図かな。一番上が自分これ。ミルトンがいて、レビーがいて、モーリーが、まあ、親戚にかなり遠縁かな。結構遠くの方だよな。ん？また同じになるとかないよな。同じ猫になるとかないよな。あ、それはないんだね。え、もう戻れないこれ。あ、もう戻れないんだ。ええー、何なんだろう。だんだん明らかになることだけど、これらの物語を母さんは一つも私に教えてくれなかった。いいだったら違ったけど、母さんは過去を語るのは嫌った。でも、はぐれた子猫を飼うことに先、モリーと名付けたのは母さんだったと。こう。この部屋はなんだ？次はまた新しい部屋だな。ああ、イーディーおばあちゃんの部屋で私はかなりの時を過ごしたと。次はイーディーおばあちゃんか。愛というわけで本日この辺で終わりますかね。いや、モーリーすごい体験してんな。次はイーディーおばあちゃんもやばい体験してんのかね。気になるね。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。